日本秋田県秋田市山内山内,山内は、秋田県秋田市にある大技である。郵便番号は010-0823。秋田市の北東部、旭川の上流に位置する。北東から南西へ向けて、旭川が流れ、南北尾根に挟まれた屋地である。旭川と並行して、秋田県道15号秋田八郎型線が貫通し、田中、藤倉。 小田などの集落や農地が点在する。城代、大畑、小田の境界付近に近代海産指定された藤倉水源地がある。また、丸木橋に秋田東病院がある。北東は、人種別、東南東は太平発田、南は柳田、南西は添川、西は上新城道川、北西は上新城湯の里、北は上新城白山に接する。 12の小技が設置されている。山内の名は、南北朝時代から確認され、1349年に、月泉両院が、山内遊奥松原の里に、相当相亀造さん、札寺を開いたとの記録が初見である。旭川沿いの道のほか、秋田城、土崎港から新城川を遡り山を越える道も、あり、交通の便が良いため、古代から開けていた。 戦国時代の1591年2月10日、豊臣秀吉衆院倉入町内市に山内村172国余りとあり、1597年時点での物なりは40国、翌1598年には10国であった。また、1592年9月27日の秋武文言町内市では、鍋倉宇根大だ所のうちに山内村240国とある。 江戸時代には、久保田藩領で、1603年の村高は143国と推定されている。商法国営図では、山内日田村の本田東高141国とされているが、元六七軍営図では265国と増大している。京方国院校長では村高248国余り、東高228国余り。方有では59件あって、 うち、枝里の藤倉、石上下大、主大の四家村分が三十八件となっている。関西村府町では、親号泉村の宿り木里とされ、等、高二百三国余り。秋田風土記では七十八個があり、二百三十国。天保郷町では二百二十八国余りで、この頃の人口は三百八十人、馬六十頭であった。地区内で、区画整理。 住居表示実施などに伴う、あざ名、町名の変更は行われていない。2016年10月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。かつては、人種別森林鉄道で、沿線住民の利便のために、旅客列車も走っていたが、現在地区内に、鉄道路線は通っていない。最寄り駅は、中通り七丁目にある JR 東日本大雨、本線。 上越本線、秋田新幹線の秋田駅、札寺、藤倉神社。ありがとうございます。